旅人、来てくれたのね。さっき手作りのお菓子を用意したの。もう準備は終わっているわ。そうだ、宝儀の作った花火の筒もいくつかあるから、渡したら仙人たちに喜んでもらえるかも。まだ他に何か必要なものはあるかしら。ええ、では絶雲の間に行く前にピンバーヤの元へ挨拶をしに行きましょう。せっかくの祭りなんじゃし、走り回ってないで落ち着いたらどうだい？バーヤ、顧客が多いのは私にとって実に喜ばしいことなんだ。もう怪盗祭だというのに、一体誰が訪ねに来るっていうんだい？まったくこの子は。それを言ったらおしまいだ。ティンバーヤー、もうすぐ怪盗祭だな。元気にしてたか？ティンバーヤ、ご無沙汰しております。近頃はどのようにお過ごしでしょうか？あなたたちだったかい。怪盗祭で子供たちに会えて本当に嬉しいよ。旅人、久しぶりだな。それに国政殿も一緒か。もうすぐ仮説を迎えるので、私たち七世からお二方にささやかな贈り物をと考えたんです。年越し用品や良質な絹を二巻、それからピンバーヤには希少な花の種を用意しました。軽くて運びやすいものについては全て持ってきましたが、絹はまだ届いていません。先ほど布屋で品を手に入れたので、後ほど運送を手配します。些細なものではございますが、お二方に気に入ってもらえたら幸いです。おお、とてもいいものだな。気遣い感謝する、七世。それは嬉しいね。国政が選んだ花の種ならきっといいものに違いないじゃろ。ありがとう。気に入っていただけて何よりです。それでは私たちは他の仙人方にも会ってまいりますので失礼します。龍雲たちのことかい？彼らなら絶雲の間にいるじゃろ。聞いた話によると、町中にある装飾はどれも国政の手作りなんだってね。城内をこんなにも綺麗にしたのに、自分は山奥へ行って町に行けないなんて、なんとも残念なことじゃ。縁妃は町が大好きで、何かとすぐ町へ行くんじゃが。まあや、私は何も暇つぶしに行っているわけじゃない。顧客たちのために調査をしてるんだ。ほう、だったら四股魚焼きの屋台にあんなに長くいたのも調査のためだったのかい？あれは彼らのために物価を計算していたんだ。物価の計算は面倒だぞ。様々な条約を調べておく必要がある。ああ、この業界では一般的に休日なんてないんだ。顧客から頼まれれば行かなければならない。それって疲れるだろう。休む時間もないなんて、それでどうやって生活していくんだよ。明確に規定された休日はないが、時間は全て自分で調整できる。だから暇を見つけて休むことができるのさ。そうしないと疲れた顔で客に会うことになり、第一印象が悪くなって仕事どころじゃなくなる。それにこういった言葉もある。なんだっけ。ああ、休息はより良い仕事のために。そうだろ。工事の監督で何度か言ったけど、それが終わってからは一度も。仕事が終わってからちゃんと回ってみようと思ってたけど、やるべきことがどんどん増えて、街でくつろぐなんて考え頭から消えてしまっていたわ。ええ、いいわよ。せっかくの機会だから君をいろいろな場所に連れて行かなくちゃね。でも今行くべき場所は絶雲の間よ。
それじゃあ二人とも先に失礼するわね。まずはどの仙人の方に会いに行ったらいいかしら。奥蔵さんに行って龍雲釈風神君を訪ねるか。いつも洞府にいるからすぐ見つかるはずだ。龍雲釈風神君、わかったわ。祭りが近いというのになぜわらわのところへ。総務士は今頃忙しいはずであろう。いえ、怪盗祭が近いからこそ休みを取ってシン君に会いに来たんですよ。ただ昨月畜養シン君と利水定山シン君の姿が見えないようですが。あやつらはん？旅人じゃないか。それに幽変も珍しい客だ。みんな元気にしてたか。シン君、ご無沙汰しております。カウンもここにいたのね。まさか国生さんがいらっしゃるなんて。幽変、どうしてここに。ふむ、そうかしこまるな。わらわに会いに来たのは何か用でもあるのか。もうすぐ仮説を迎えるので七星を代表して挨拶に参りました。ささやかなものでお恥ずかしいのですが、どうぞお受け取りください。リーユへの七星は多忙を極める。そんな中自らわらわのいる洞府に来るとはご苦労であった。ん？面白そうな丸い筒だな。もしかして。これは総務士が改良した新しい花火です。シン君はからくり装置がお好きと伺い一つ持ってきました。どうぞお楽しみください。龍雲釈風シン君、この仙人は人間に反感は持っていないものの、リーユ人が統治することに対しては疑問を抱いている。人間があまりにも若いからなのでしょうね。大丈夫、時間が解決してくれるわ。その日が来るまでなるべくいい印象を残さないと。今日の私は頑張って準備してきたんだもの。龍雲釈風神君はからくりが好き。きっとこの贈り物を喜んでもらえるわ。関羽から聞いた話だと、龍雲釈風神君は食事にとてもうるさいらしいから、下手に不快感を与えないようあえてお菓子は持ってこなかった。これだけ考えて準備したんだし、おそらく問題ないはず。ふむ、おほう、ん、なるほど、面白い。精巧さの中に工夫が込められておる。見た目も悪くない。この表情、龍雲神君はこの贈り物を気に入ったようですね。よかろう。この装置はわらわが遠慮なく受け取るとしよう。そういえば先ほど関羽が昨月畜養神君と利水定山神君に会いたがっていたな。ただ残念ながら時期が合わなかったようだ。お、いないのか。オイラたちもその仙人たちを訪ねに来たんだけど。あの二人の老いぼれは昨月畜養神君はいつもリーユエコーのことを気にかけておる。しかし当時皆でリーユエを七星に任せると決めたのだ。好き勝手に町で人の仕事を監督するなど不適切であろ。わらわも説得した。もし本当に気になるのなら人間の姿となって城内へ見に行けばいいとな。しかしあの頑固親父、どうしても割り切れぬそうだ。その後
あやつは辺りを散策するといい外へ出かけ、未だに帰ってきておらぬ。李水定山神君の方はそんなことなかったのだが、山門の守衛のために何か真新しいものがないか探しに行くと言っておった。そういうわけであやつも外出しており、未だに知らせ一つよこさない。いや待てよ、よもやあの二人それらを言い訳に遊びに行ったのではないか。ん、こんなに賑やかだとは。その声、神格、神格か。ん、あれ、神格も龍雲釈風神君を訪ねに来たのか。神格、もしかして龍雲神君が以前おっしゃっていた方ですか。皆もいたのか。神格、こやつは関羽だ。聞いたことがあるだろう。こんにちは、関羽と申します。今は玉境内に勤めております。近頃神格さんが李雲公へと移り住んだとお聞きしました。何か困ったことがあればいつでも私のところにいらしてください。承知した、感謝する。口にできるものを城内から持ってきた。聞けば李雲人は怪盗祭の時食べ物を知り合いに送るらしい。だから我もここまで来た。そんな、私はあえてお菓子を持ってこなかったのに。大丈夫かしら。ほう、あの二人の分も用意したのか。ああ。まさか城内に移ってたった数日でそこまで気が利くようになるとはな。菓子を持ってきてくれて感謝するぞ、神格。皆の者、今後とも李雲公に残る者として互いに助け合うといい。分かったな。ああ、分かりました。ここは私が想像してた以上に賑やかなところね。高魔大聖を探しておるのか。最近は見かけぬな。そっか、多分絶雲の間にはいないだろうな。やっぱりいつものように防御旅館へ行ってショーを探そうぜ。つまりこの祭りの日にわらわだけが絶雲の間に残っておったということか。関羽が来ていなかったら今頃仕掛けの術について黙々と研究していただろう。お邪魔してしまい申し訳ございません。急によそよそしくするでない。わらわの邪魔もこれが初めてというわけではなかろうに。お前は小さい頃からわらわが仕掛けを作っていると部屋で走り回るのが好きだった。それにわらわの作ったあれで遊ぶのが好きだったな。なんと言ったか。うん、まずい、また始まった。こうなると関羽がひどい目に。ああ、龍神君、私まだ用事がありましたのでお先に失礼します。ん、どうしたんだ急に。幽変もここにいるのだし、何か用があるのなら直接伝えればいいではないか。いえ、大事な仕事ですので直接行幸様に会わなければ。そう変わらぬだろう、行幸でなければならないのか。私と行幸は
役割が違うんです。カーンは普段仕事をそれぞれ違った責任者に報告しているんですよ。本当に大変ですよね。国政さんが私をかばっている。はい、ですので申し訳ございませんが、その皆さんお先に失礼いたします。本当に言ってしまったな。あの子と来たらいつもこう慌ただしい。だがまあ理解ができぬわけではない。秘書というのは難しいものだ。リーユエコーの様々な事務はそのほとんどがカウンの手に委ねられておる。それはとても疲れることだ。たとえ千人の肉体であっても注意が必要なほどにな。何があっても体が壊れては意味がない。カーンはとても勤勉で、仕事をし始めると寝食も忘れてしまう。普段彼女と会うときはあの子がきちんと食事と睡眠をとっておるか監督してやってくれ。はい、必ずや。私たちも兵祖よりカウの世話になっております。彼女の健康はとても大切なこと。私がしっかりと面倒を見ます。やはりユーヘンは頼りになるな。リーユエコをお前たちに任せたのは確かに賢明な選択であった。千人の皆様方の信頼に応えていくつもりです。それとこれらの歌詞、実に悪くない。うん、これはここに置いておくといい。後で神格をわらわに同行させて洞府の中へと運ばせよう。昨月蓄養神君と李水定山神君が戻ってきたらわらわからあやつらに渡す。花火の構造は実に巧妙だな。じっくり研究するとしよう。それからついでに神格のリーユエコーでの見聞も聞こうではないか。ああ、面白いことなら数多く経験した。ならば仕掛けをいじりながら雑談にでも興じるとしよう。そうだぞ、こんな時くらい休まないのか。祭りなんだぞ。わらわは山林の奥深くに隠居するものであるぞ。とうの昔に祭りなど気にしておらぬ。心配するでない。わらわの体はわらわ自身が一番よく知っておる。休むのは当然重要なことだ。ずっと研究に没頭して病にでもかかってしまったら仕掛けの成果すら検証できぬからな。検証ってそんなに大事なことなのか。無論だ。種をコツコツと植えるのは収穫の喜びを味わうためであろう。仕掛け作りのために寝食を、そして自らの成果を検証する時間さえも忘れてしまっては自分の作った料理を食べない料理人と同じになってしまうだろう。そんなのは本末転倒、受け入れがたきことだ。それでは皆の者、雑談はここまでにしよう。わらわは先の研究を続けるとする。神格、わらわについてくるといい。料理人が自分の料理を食べない、うん、確かに本末転倒だな。竜音釈風神君は仕掛けと料理に対して深い考えを持ってるみたいだ。たまに変なところがあるけど、やっぱり仙人なんだな。
それこそ仙人の英知というものよ。それにあの方は周りをとても気にかけている。たとえ隠居した仙人であっても他の人と密接につながっているの。俗世に入らず俗世のものよりも人情がある。そんな仙人は本当に風格があるわね。旅人パイモン、次はボージョル館に向かいましょう。コウマ大戦がそこにいるかもしれないわ。まずはベルゴレットにコウマ大戦の行方を聞いてみましょう。あれ待てよ、あそこにいるのナナか。それに首に蛇を巻いてる変なやつも。ビャック先生、薬いっぱい取ってきた。はい、支度を終えたら帰れますのでもう少し待っててください。あれ、なんでお前らがいるんだ。ビャック先生が薬を欲しがってた。だからナナが取ってきた。でもビャック先生も来た。今薬草を集めているんですよ。旅人さんとパイモンさん、それに国生さんもごきげんよう。祭りの時期になると福袋にある胃腸薬がすぐに売り切れてしまいます。もうすぐ解凍祭ですので事前に準備をしておきたいと思いまして。ですのでここまで足を伸ばし薬草を多めに採取していました。検品が終わり次第帰る予定です。しかしまさかこんな場所で幽変の国生さんに会えるとは。公務で少しね。なるほど。もうすぐ祭り当日なのにまだ忙しく奔走されているのですね。お疲れ様です。ご丁寧にありがとう、白術先生。でもこれも仕事のうちだから。国生、旅人忙しい。ナナたちも忙しい。みんな一緒に頑張る。ええ、ありがとう、ナナ。お二人、ではお三方、これ以上邪魔しないよう私たちは先に失礼するわ。旅人、行きましょう。ベルゴレットのところへ。国生様、どうしてここへ。何か特別な用事でもあるのでしょうか。いえ、ただコウマ大生のことについて尋ねに来ただけよ。彼は防除旅館にいるかしら。将様の行動についてはこちらでもあまり把握しておりません。しかしいらっしゃるときはいつも土台においでです。行ってみてはいかがでしょう。いないわね。もしかして時間が悪かったのかしら。またどこかで戦ってるのかも。こうなると贈り物をオーナーに預けてオイラたちの代わりに渡してもらうしか。お前たち何用だ。お久しぶりです。私は国生、リーウェ七世のユーヘンです。ユーヘン国生、オセル討伐の際に会ったな。悪くない剣さばきであった。オイラたち、お前に怪盗祭の贈り物を届けに来たんだ。ほら、おいしいもんがいっぱいあるぞ。このような贅沢な品、我に渡す必要はない。無駄になる。妖魔退治は我らが責務。礼などいらぬ。ご師匠は人には毒だ。たとえ凡人をはるかに超える身体能力を持つお前たちでも我に気安く近寄らない方がいい。おい待てよ、もう行っちゃうのか。
すぐ怪盗祭なのにゆっくり休んだりしないのか。騒がしい場所は我の好みではない。それに祭りの期間中は妖魔の侵入に対してより一層警戒を強める必要がある。それゆえ我もいつものように見回りを行っている。お前たちも娯楽に興じるときは用心するがいい。危険にあったときはならいい。いなくなった。ショウは相変わらずだな。今年は花火見るのかな。ええ、そうね。これで仙人への訪問もすべて終わったわ。下に降りてしばらく休んでから城内へ戻りましょう。どうすれば。あれ、国政様、よかったです。ここにいらしたんですね。宝儀、どうしたの、こんなところで。何かあったの。国政様、それがですね、以前国政様に言われた通り花火の設置場所の計画を練り直し、その範囲を警察層まで広げました。それで新たに人員も手配し、花火を警察層に設置して当日の作業員もそこに残しました。ですが、その責任者の報告によると、警察層に設置した花火が全部盗まれてしまったようなのです。すぐに戦艦軍に報告しました。追加の花火を作って警察層へと運び、現在は兵士たちに監視してもらっています。しかし怪盗祭はどこも人手が足りません。戦艦軍もあちこち駆け回っており、日頃の見回りすらままならない状況です。ましてや花火を見張る余力もほとんどないようで、花火の材料はもうほとんど残っておらず、また盗まれれば全てが終わってしまいます。ですので警察層へ行って状況を確かめようと思っていたところでして、まさかその道中で国政様にお会いするとは。国政様、何かいい案はございますでしょうか。総務省の取り決めに従って、怪盗祭期間中は城内の見回りを倍に増やし、途切れることがないよう全員での交代制を敷いている。それに加え、日常の事務もこなすのは確かに困難なことだわ。唯一動かせるのはいくつかある特別緊急招待だけね。けどあれらの招待は人数が少なく、一箇所に長くとどまることに向いていない。彼らを使うのであれば短期間で解決できるような問題でないと。じゃあ仙人たちに助けてもらおうぜ。龍雲釈放神君とか将に聞いてみるのはどうだ。きっとすぐに解決してくれるぞ。いいえ、それはあまりにも短絡的だわ。こうしましょう。宝儀、このことは私に任せて。おう、オイラたちで一緒にこのことを解決しよう。二人ともありがとう。この件についてはちょっとした心当たりがあるの。早速その手配をするわね。宝儀はリーユエ港へ戻り、花火の整理をしてから警察層へ。旅人、君は私と警察層に来てちょうだい。村の人に状況を聞いてみましょう。あんな素晴らしい花火がどうしてなくなってしまったんじゃ。こんにちは、弱心おばあちゃん。花火の盗難の件について少々お聞きしたいのですが。国政様、じきじきにここへいらっしゃるとは。そうかしこまらないでください。状況を説明してもらえませんか。はあ、先日この村へ花火が届くと、村の子供たちは大喜びでそれを囲み、ずっと眺めておった。ただ花火を運んできた者たちはそれを一箇所に置くと、打ち上げ場所を確認するため村を離れてしまっての。確か花火はルージーの家の横、その空き地に置かれたはずじゃ。それから一晩が経ち、気がつくと花火は丸ごと消えておった。
担当者は顔を引きつらせながら解決策を考えるため城内へと戻っていったよ。ああ、私たち村にいる者も心配なんじゃ。花火が盗まれたということは近くに賊がいることを意味する。それにこの村には年寄りと子供しかおらん。今は千貫軍の警備があるが、それでも皆外に出るのが怖いんじゃ。状況は理解しました。村の人たちに安心するようお伝えください。千貫軍の見張りがある限り何も問題はありません。旅人、花火が盗まれた場所へ行って調査しましょう。試合をしよう。ここが花火が盗まれた場所だな。犯人はきっと、警察層は住民が年寄りと子供ばかりで防犯が行き届いていないことに目をつけ、このような露骨な窃盗を行ったんでしょうね。本当に卑劣極まりない。決して許されない行為だわ。まずは近くで手がかりを探して、それから次の行動について考えましょう。試合をしよう。これは足跡、追ってみましょう。足跡がまだ続いているわ。追いましょう。お助けを。誤解です。これは全て誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が誤解を招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。本当に誤解なんです。どんなに勇猛な人でも飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。あそこで何か起きているみたいね。行ってみましょう。あれ、飛雲商会、まさか。もういい、何も言うな。皆の者、こいつをもっときつく縛っておけ。かしこまりました、坊ちゃま。妖魔の仕業かと思ったが、まさかまた砲塔団だったとは。行く気ちょん、なんでここにいるんだ。やあみんな、ここで会うなんて奇遇だね。何かあったのかい。私から先に質問させてちょうだい。これは一体どういう状況。ああ、説明しよう。毎年怪盗祭には飛雲商会がリーウェイ港の周囲にある村に物資を運ぶんだ。家のしきたりで、これらの物資は家の者が直々に運ぶことになっていてね。去年は兄上、今年は僕が担当している。でも、なんで趙雲もいるんだ。趙雲は僕の家に客として来ていて、そのついでに同行するよう僕からお願いしたのさ。そうだったのか。じゃあ趙雲がさっき言ってた妖魔の仕業ってなんだ。どうやら二人とも故事を知らないようだね。花火はもともと爆竹を放って妖魔を駆除することから始まったのさ。古の時代、リーユイには妖魔が跋扈していた。夏節を迎えると人々は団らんを楽しむ。すると高まった妖の気が妖魔をおびき寄せ、港周辺にまで妖魔が迫ってきた。リーユイ公は帝君の守護を受けていたため城内へは入れなかったが、その周囲に奴らは陣取って通行人を悩ませていたんだ。それを退散させるため人々は爆竹を作った。城門のそばで点火し、火と巨大な音を利用して妖魔を追い払うことに成功したのさ。怪盗祭の時期になると僕は外に出て、はぐれた妖魔が通行人を襲っていないか見て回ってるんだ。ちょうど貨物を運ぶ必要もあったし、どうせ山奥へ行くのなら砲術に長けた友達を同行させた方がいいだろう。行く秋が古書の中で妖魔に関する伝説を見つけたと言っていた。その古書には妖魔の外見や出没する場所が正確に書いてあったらしい。とにかくこの近くに着くと趙雲が待ち伏せに気づいたんだ。調べてみるとやはり砲塔団のものだったよ。状況が不利だと気づくと
そそくさと逃げていったけどね。幸いそのうちの一人を捕らえることに成功した。今ちょうどこの者を総務市まで送り届けようとしていたところさ。だがこの者はまだ誤解だと言い続けている。どんな誤解かについては。私が言ったことは全て本当なんです。ヒュン商会はとても有名ですし、仲間たちもあなたの紹介だと知っていたら決して手を出していなかった。それにヒュン商会の会長は貧しい人や困っている人を助け、人情深いことで有名です。だからほら、全部誤解なんですって。信じてください。つまり他に狙っていたものがあったと。それは何？いやそのとにかく信じてください。決してこの貨物を狙っていたわけではありません。行く秋坊ちゃま、この賊を総務市まで連れて行くために使用人を何人か借りられないかしら。報酬は総務市が後で補うわ。正義の執行は僕の責務だ。お金を受け取る道理なんてない。皆の者、この賊を総務市まで連れて行け。かしこまりました。我々にお任せください。さあこの者を連れて行くぞ。縄をきつく縛り、指もそれぞれ縛るんだ。姑息な手を使う機会を与えてはならない。待って、使用人の方々、総務市まで伝言を届けてくれないかしら。この賊は警察層の窃盗事件と関係があるかもしれないの。総務市に厳重な取り調べをするよう伝えてちょうだい。なるほど、幽閉の指示はみんな頭に入れたね。安心してください、坊ちゃま。すべて承知いたしました。では、我々は先に失礼します。かねてより、行く秋坊ちゃまの人助けについては聞いていたわ。ありがとう。今日のことを感謝するわ。大したことではない。どうか気にしないでくれ。みんな、一つ思ったことがあるんだが、もしかしたら、この場所に配置された砲塔弾は一体だけではないかもしれない。一体だけではない。おや、長雲、君も気づいていたのか。先ほどあたりを調べたとき、遠くに足跡がいくつか散らばっていた。道の中央にあったものとは形が違う。もしかすると他のメンバーが待ち伏せをしているのかもしれない。それに先ほどあの者らを捕まえたとき、相手はほとんど武器を持っておらず、人数も少数だった。もし本当に飛雲商会から強奪を試みようとしていたというなら、それはあまりにも恐れ知らずだ。僕が思うに、あの者らは強奪を試みていたのではなく、他の者との合流を待っていたのではないだろうか。どうやら窃盗の共犯者のようね。ここで待ち伏せをしていたのも盗品の運搬を手伝うためだったのかも。それでその盗品とは一体何だい？年寄りや子供に手を出すと卑劣な。人手の件はどうか心配しないでくれ。チョン、人を連れて警察層の応援に行こう。ああ、僕たちに任せてくれ。賊など僕たちの相手ではない。二人とも手を貸してくれて感謝するわ。これで警察層の問題も一つ解決かしら。ただ惜しいのは、追ってきた足跡がここで途切れていて、どこに向かったかわからないことね。あと少しで砲塔弾を一網打尽にできたのに。国政。ええ。では警察層のことは二人に任せるわ。ああ、ご心配なく。彼らに会えてよかったわ。行く秋の人助けはかっこいいよな。でも花火を盗んだ真犯人は未だ捕まえられていない。私は周りを見てくるわ。旅人、君は警察層に戻って休んでて。ここまでずっと君に頼りっぱなしだったし、後のことは私が自分で何とかするから。
国政一人で手がかりを探しに行く気か？そんなの危ないぞ。あ、そうだ、国政ってリーユエ七世だろ。部下とか連れて行けばいいんじゃないか。一人で調査するより安全だと思うぞ。その言い分も理解はできるけれど、今は人手が本当に足りないの。それにこういうことは私一人でも対応できる。警察層に運んだ花火は決して小さいものじゃないわ。だからまだ遠くまで運べていないはずよ。私の考えでは、もし賊たちの頭が回るのなら、人目のつかない場所に盗品を隠して後日また取りに戻るでしょうね。私がすべきことは、彼らが花火を隠した場所を見つけ人を手配すること。それに私は無謀な人間じゃないわ。やぶをつついて蛇を出すようなことはしない。私の性格は君たちも知っているでしょ。そこまで言われたら何も言い返せないな。さあ旅人パイモン、君たちは休んでおきなさい。私も一段落したら警察層まで君たちを探しに行くから。